シュハスコ、シュラスコは、牛や羊などの畜肉を、鉄製の串に刺し通し、岩塩を振って、炭火でじっくりと焼くブラジルの肉料理である。周辺国のアルゼンチンなどにも、同様の料理があり、スペイン語圏であるそれらの国々では、シュラスコ内市は、アサードと呼ばれる。これを提供するレストランを、シュハスカリア内市は、シュラスカリアと呼ぶ。 各種畜肉の様々な部位を串刺しにし、シュハスケード、ギャルソン、ガウーショなどと呼ばれる男性ウェーターが程よく焼けた、頃合いの具材を串ごと客席に運び、目の前で食べたい量を切り分けるという教師方が特徴。その際にトマト、玉ねぎ、きゅうりなどのみじん切りがいった、ビネグレットソースも出されるので、切り分けた肉に、好みの量をかけて食べる。ウェーターが持ってくる串は、 肉類だけでなく、エビ、パイナップル、焼きバナナなどを刺したものもある。パイナップルは、酵素が肉類の消化に良いとされており、理にかなっていると言える。シュハスカリアの多くは、いわゆる食べ放題の保持意ジを方式で提供する。そうした店には、サラダバーなどが併設されており、テーブルには、バナナ、ファリーニャ、米飯、パンの他に、食べ残し用の皿も置かれる。加えて、 ウェーターが様々な部位の肉をひっきりなしに持ってくるため、退職感でもない限りは自分の腹具合と相談しながら食べることになるが、ベンパッサードやマウパッサードなどの焼き加減や脂身の多い少ないなど、肉の好みは人によって違うため、客が自らの希望を伝えればウェーターはその通りにしてくれる。自分が望む種類、肉質の肉が来ない場合には、延々と待たずに遠慮なく、 ウェーターに言えばよい。必要以上の肉が回ってきた時には、その都度断ればいいのだが、そうした手間を省くために表裏を緑と赤に彩色した金属片や木片、またはカードを置いているシュハスカリアもある。緑色の側を上にすると、肉を持ってきてほしいというウェーターに対する意思表示になり、逆に赤色の側を上にすると、いらないという意思表示になる。ただし、 日本のシュハスカリアでは赤のサインを上にした場合にはサービス提供のすべてを断り食事は完全に終了したものとみなされるブラジルのシュハスカリアでは基本的に時間制限がなく昼に来て夕方に帰る客なども多いまたブラジルの店では牛肉の提供が充実しており非常に贅沢である日本のようにもったいないという考えはなく食べ損ねて 冷たくなった肉もウェーターが皿ごと取り替えてくれる。なお、シュハスコとはもともとバーベキューを意味する言葉であり、ブラジルの一般家庭で行う時にも同様に呼ばれる。もともとはブラジル南部のガウーショたちが行う調理法であったが、1970年代からブラジル都市部のレストランでも供されるようになったとされる。ブラジル風シュハスコ中華人民共和国の大都市にも21世紀に、 なって派生肉の名でシュハスコを売り物にしたレストランが多く開業している。串に刺す素材は牛肉などの他にソーセージなどにも広がり、合わせて中華料理のバイキングを出すなどのローカル化も見られる。日本にも1990年代に多くのシュハスコを売り物にしたブラジル料理、肉料理のレストランがオープンした。乱立したために飽きられて減少したが、近年では 各地でまた増えつつある。このほか神奈川県川崎市、静岡県浜松市、愛知県豊田市などの日系ブラジル人が多い。地域にもブラジル出身者による主派スカリアがある。ありがとうございます。